橋が、私にとって一番印象深い橋です、この中がどう見ても、電磁固まるようなこうすっ飛んでいるような感じがします。さあ向島にやってまいりましたが、刑務所から脱走した犯人は未だに捕まってないという話です。検問があるかもしれないという話なんですが、どんなもんでしょう。上なんかしたでしょうか。こんにちは。次長を捕まるわけではありませんでした。違いました。未だに犯人まだ捕まっておりません。どこに潜伏してるんでしょうか。家の、床下か、それとも山の中か。さあ、尾道から友の浦に向けていきたいと思います。それよりまずガソリンを入れたいと思いますので、スタンドがありましたら緊急ピットインです。ガソリンも入れましたので再スタートです。さあ海の方に出ていきたいと思います。友の浦やってまいりました。相変わらず混んでおります。ダメだこれは状態です。とりあえず到着。
お、いろは丸展示館、坂本先生のいろは丸でしょうか。お、坂本先生おられました。ここがポニョのモデルになったというところです。友の浦もうなんか人が多くなりました。お、福山公園ありますよ。さあ、友の浦散策してまいりました。相変わらず車が来るとうーん、一応さっちも行きません。それではちょっとコンビニで休憩、コーヒー休憩いたしました。あまりの眠たさにコーヒーを今飲んでおりました。それではまたまた再出発です。宿は竹原だそうです。宿は竹原にあるそうです。現在所長さんはもう着くそうです。所長さんと所長夫人2人、2人は、もう宿に着くそうなので、こちらも頑張っていきたいと思います。
現在福山の市の辺ですが、福山市の辺ですが、どこをどう言ってるのかさっぱりわかりません。課長のスマホの、案内のままに走ってるような感じですが、わかりません。全然位置関係がどこに行くのかさっぱりわかりません。現在2号バイパスに乗っております。乗っているのはいいんですが、これはバイクで走っていいんでしょうか。125で分かりませんが、左に歩道があるんで大丈夫だと思います。もうあとはついていくだけです。どんどん行きましょう。さあ左に行きましょう。